マイクは30代のアメリカ人男性で、幼い頃からアメリカのアニメやコミックに深く魅了されてきた。彼はアメリカのエンターテインメントこそが世界で最も面白いと信じており、日本の漫画やアニメには一切関心を持っていなかった。それどころか、以前日本の漫画を手に取ってみた際、その内容が全く理解できず、ますます嫌悪感を抱くようになったのだった。ある日、マイクがオフィスで仕事をしていると、同僚のエリックがマイク、これを読んでみてくれないか、と声をかけてきた。エリックは40代の映画プロデューサーで、日本のアニメや漫画にも詳しい人物だ。彼が差し出したのは、日本の名作漫画北斗の拳。表紙を見ただけでマイクは顔をしかめた。エリック、俺は日本の漫画なんて読む気はないよ。アメリカのコミックが一番だし、それで十分楽しめるんだと拒絶する。しかしエリックはいいから、一度試してみてくれよとだけ言って去っていった。その夜、マイクはエリックの提案を忘れ、普通に過ごしていた。しかし翌日、カフェで偶然出会ったサラという友人に同じ漫画を勧められる。ねえ、最近北斗の拳を再読してるんだけど、本当に素晴らしいよ。知ってる。サラは20代のフリーランスのイラストレーターで、日頃から漫画やアニメの話題をよく振ってくるが、マイクはいつも適当に流していた。だが、昨日に続いて今日も北斗の拳を勧められるとは、2日連続で同じ漫画を別々の人物から紹介されるのは、ただの偶然ではない気がしてきた。これは何かの運命なのかもしれない。そう感じたマイクは、サラから北斗の拳を借りてみることにした。しかし、家に帰って漫画を広げた瞬間、弟のジェイソンがやってきて冷ややかに言った。兄貴、それ日本の漫画じゃないか。まさか読む気じゃないよな。そんなの時間の無駄だよ。ジェイソンはマイク以上にアメリカのコミックに熱中しており、日本の文化に対して否定的だった。マイクもそれに影響されて、やっぱりやめておくべきかと一度は漫画を閉じた。翌日、さらに北斗の拳はどうだったと聞かれ、マイクはつい読んだよと嘘をついてしまう。で、どうだったと続けられ、さらに追い詰められたマイクは曖昧に言う。まあ、面白かったよとだけ答え、その場をやり過ごした。だが、嘘をついた後の罪悪感が胸に残り、マイクは結局その夜、ベッドの上で北斗の拳を開いて本当に読み始めることにした。物語は、荒廃した未来の世界が舞台。核戦争後の無法地帯で、ケンシロウという男が憲法の力で悪を打ち倒し、弱者を救う姿が描かれていた。最初は単なるアクション漫画だろうと思っていたマイクだったが、読み進めるうちにどんどん引き込まれていった。特に彼を感動させたのは、ケンシロウと彼の兄であり宿敵でもあるラオウとの壮絶な戦いだった。ラオウは圧倒的な力を持ちながらも、自分の力を信じすぎたことで暴君と化してしまう。一方、ケンシロウは同じ力を持ちながらも、他人のためにその力を使う。二人の価値観の対立は、単なる力の勝負ではなく、正義と力、愛と憎しみ、兄弟間の複雑な感情が絡み合う深いテーマを描いていた。ケンシロウのセリフ、お前はもう死んでいるという冷酷な一言と、敵がその後に崩れ落ちる瞬間の演出にマイクは鳥肌が立った。そして、ラオウが最後に見せた涙と、その背後にある孤独と強さの意味にマイクは心を奪われた。その夜、マイクは一気に何巻も読み進め、気づけば夜が明けようとしていた。そして、嘘をついていたことを思い出し、エリックとサラにすぐさまメッセージを送った。ごめん、昨日まで全然読んでなかったんだ。でも、さっき本当に読んだよ。そしてすごく面白かった。本当にありがとう。これを勧めてくれてと。それからというもの、マイクは北斗の拳のファンになり、他の日本の漫画にも興味を持つようになった。彼は日本の作品に対する偏見を捨て、次々と新しい作品を手に取るようになった。マイクはかつての自分が、ただ知らないだけで、多くの素晴らしい文化に触れることを避けていたことを悟り、世界が広がる感覚を味わった。数日後、マイクは再び北斗の拳を手に取り、リビングで弟のジェイソンに声をかけた。なあ、ジェイソン、あの時はお前に反対されたけど、実は俺、あの漫画を読んだんだ。それで思ったんだけど、お前も読んでみないか。少なくとも一度は。ジェイソンは驚いた表情を見せたが、その後どうしたかはわからない。しかし、マイクは自分がかつての偏見を乗り越えたように、弟にも同じ機会を与えたいと感じていたのだ。結末はどうなったのかは、誰にもわからない。しかし、マイクは北斗の拳を通じて新たな視点を手に入れ、弟にもその扉を開けようとしていた。作品の力がどこまで人を変えるのか、その答えはまだ見ぬ先にあるのかもしれない。